N3 文法で学ぶベトナム語作文教室第3回何々して初めて何々した。皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニーダンディです。いかがお過ごしでしょうか。このシリーズ久々なんですよね。それでは早速今日学ぶ内容を見ていくことにしましょう。今日皆さんと一緒に学んでいきたい、内容ですね。それは何々して初めて何々したですね。例えば外国に行って初めて自分が自分の国について何も知らないことに気づいたとかですね、その食べ物を実際に食べてみて超辛いことに気づいたとかですね、まあ、何かをして初めて何かを感じたり思ったりした時、そういう時に使える表現ですね。それではまず、基本になる形を一緒に見ておきましょう。こういうんですね、ヒーティーとイマイですね。まあ基本はヒーティーマイとなります。このヒーの後に動詞句が来るんですね。何かすることで 何かをした時に私は初めてっていうニュアンスなんですね。でこの「もい」っていう言葉ですけど、形容詞としては新しいという意味ですが、副詞としては初めてっていう意味になるんですね。でまあこのニュアンスをつかんでいただくために、この「もい」が含むニュアンスもう少しだけ見てみましょう。この「もい」には「初めて」とか「ようやく」とか「やっと」っていう意味合いがあるんですね。なので状況に応じて、訳し分けるといいかと思います。あとですね、今回は基本ということで「ひ」「て」「もい」って感じで必ず「て」真ん中の文字ですね、「て」っていう言葉を私は使うようにしてるんですが、実際はこの「て」っていう言葉が省略されることも多々あります。間違ってるわけではありません。このヒーティーモイっていうのを基本で覚えて、このティーっていうのは時々省略されて使われることもあるということを覚えておいてください。それでは最初の例文早速見ていきましょう。一人暮らしをして初めて家族の大切さが分かりましたという表現ですね。結構使えそうな表現ですよね。まずは一人暮らしをするという部分ですけど、ベトナム語で言えますでしょうか。それでは早速確認してみましょう。ベトナム語ではソンモミンっていうんですね。ソンっていうのが、生活する暮らすって意味ですよね。モミン、これが一人でということになります。なのでヒーソンモミンっていう、これで、一人で暮らすときにとか一人で暮らしてみたらみたいなニュアンスになります。そしたら toi moi、 私は初めて here を分かった、理解したって言ってますね。何をかというと tom quan chom って言ってますね。 quan chom っていうのは重要なみたいなニュアンスなんですけど、まあ tom っていうのをつけることで tom quanで、これが名詞化されてですね、重要さとか大切さ、そんな意味になります。で最後緑色の部分ですね、クアザーディンですね、家族のっていうことですよね。これで家族の大切さということを表すことができます。それではベトナム語3回流します。発音しっかり聞いて声に出して練習してみてください。 Khi sống một mình thì tôi mới hiểu tầm quan trọng của gia đìnhKhi sống một mình thì tôi mới hiểu tầm quan trọng của gia đình. Khi sống một mình thì tôi mới hiểu tầm quan trọng của gia đình. さあ、それでは次の例文確認しましょう。漢字が読めるようになって初めて日本語は面白いと思ったですね。ここでは、漢字が読めるっていう表現ですね。それをひの間に入れればいいんですね。どうなるでしょうか。こうなるんですね。漢字が読めるっていうのはダッダッ、漢字ですね、読めるダッダッって表現できます。それをヒーティーで挟んでるんですね。ヒー
ドッドッ漢字 T、 漢字が読めるときに漢字が読めるようになってというニュアンスですね。と思い、私は初めて定位という言葉もよく出てきます。初めて、思ったとか感じたとか気づいた、このどれでもこの定位という言葉で表すことができるんですね。何を思ったのかというと、天女、日本語が to be、 to be というのは面白いという意味ですね。英語で言うと interesting という感じで、知的な面白さですね。おかしい面白さじゃなくてですね、 to be、 これもぜひ使えるようにしておきたいですねという感じになります。それでは発音3回聞いて練習しておきましょう。 Khi đọc được kanji thì tôi mới thấy tiếng Nhật thú vị. Khi đọc được kanji thì tôi mới thấy tiếng Nhật thú vị. Khi đọc được kanji thì tôi mới thấy tiếng Nhật thú vị. どうでしょうか？だんだんこの、基本的な構造って分かってきましたかね。 He, he で、動詞句を挟んで、もい、初めて、ようやく、やっとという感じで次の文章を始める感じですね。それでは次の例文です。入院して初めて健康のありがたさが分かりましたということですね。ということはET の間に入院するっていう動詞を持ってくればいいんですね。皆さん、入院するって言えますでしょうか？こうなります。入院するはですね、南弁ってなんですね。南っていうのは横たわる、横になるです。弁っていうのは、便、つまりですね、病院の院っていう字ですね。これで南弁とは病院で横たわるっていうことになるんですね。これが入院するっていう意味を表すんですね。面白いですよね。非南弁って入院してと思い、私は別知った分かったって言ってますね。何をかというと、クイスッコエですね。スッコエっていうのは健康ですね。クイっていうのは貴重なって意味ですけど、ここでは貴重さっていう感じですよね。ありがたさ、健康の価値みたいな感じ、そんなニュアンスがグイにあると思います。それでは発音3回流します。 Khi nằm viện thì tôi mới biết quý sức khỏe. Khi nằm viện thì tôi mới biết quý sức khỏe. Khi nằm viện thì tôi mới biết quý sức khỏeOK でしょうか。あとですね、もう一点、入院するっていう表現なんですけど、今回は南弁っていう言葉を使いましたが、実はもう一個あるんですね。こういう言い方です。ニョ弁ですね。実はこのニョ弁っていうのはそのまま漢字で書くと入院ってなってます。漢字の入院をベトナム語で発音するとニョ弁ですね。入院するはこのどちら使っても大丈夫です。にょ、びえんでも、なん、びえんでも大丈夫です。この2つ覚えてください。それでは次の例文です。日本を旅行してみて初めてベトナム語がわかる日本人もいることに気づきましたですね。なかなかいないとは思うんですけど、この方は日本旅行していてベトナム語を話す日本人と出会ったんでしょうね。日本を旅行してみてということなので、 he, he の間に日本を旅行するという動詞が来るんですね。それでは確認してみましょう。日本を旅行するは die Zurich nhỏ bạn でいいんですね。で、そして初めて分かった、気づいた、問い、もい、ていざんですね。ていっていうのは先ほども出てきましたね。気づく、思う、分かるっていうニュアンスがあるっていうことですよね。ざんっていうのは何々だということがの何々だとっていうのを表しますね。つまりはこのざん以下のことを今から説明しますよと前置きを言ってですね、残以下のことに私は気づいたんですっていうことです。じゃあ残以下何を言ってるかというと、カーニュンガイニャですね。日本人たちがいたっていうことですね。
ここでもう一つ覚えていただきたい内容ですけど、こにゅん何々、つまりこの後に複数形を持ってくると、そういう何々もあるってニュアンスを表すことができるんですね。なのでここでは、そういう日本人もいるということに気づいたっていうことなんですね。そういう日本人とはどういう日本人かというと、ビエティンビエですね。ベトナム語ができる日本人、ベトナム語を知っている、分かっている日本人っていうことですね。ちょっと長々とした文章にはなってますけど、そういった構造になっています。それではベトナム語の発音3回流します。 Khi đi du lịch ở Nhật Bản thì tôi mới thấy rằng có những người Nhật biết tiếng Việt. Khi đi du lịch ở Nhật Bản thì tôi mới thấy rằng có những người Nhật biết tiếng Việt.Khi đi du lịch ở Nhật Bản thì tôi mới thấy rằng có những người Nhật biết tiếng Việt. さあ、次の例文です。と思ったんですがね、違いますね。次、説明になります。何々して初めて何々したっていう文型を一緒に見てきたんですけど、強調形があるんですね。まず基本形は、ひてといまいでしたね。これを強調するっていうのは、サウっていうのをつけるんですね。サウキ、サウキ、何々ティと言いまいって、要はですね、何々するとき、何々したとき気づいたっていう表現だったんですけど、サウをつけると、何々した後で私は気づいた。何々してみて、その後でようやく私は何を思った、気づいたっていうような感じなんですね。それを経験したことを強調するわけですね。で、もう一点あります。ti, sao, ti って感じで、今度は ti, sao をつけるんですね。これはさらに、それを経験したからこそ、私は感じることができたんだっていうような、さらなる強調になります。まあ、地だけでは、だけっていうような意味があるんですけど、小さを何々した後だけ、後になってようやくみたいな感じですね。まあ、要は強調されてると思ってください。で、使うときですね、この3つどれを使っても、ほぼ同じような意味合いになります。まあ、人によって、ひで言ったり、小さを引いて最後の形で言う場合もあります。まあ、3つとも使えるようにしてみておいてください。それでは、せっかくなんで、この小さを引い、何々ティートイもいいですね。この3番目を使った例文をいくつか見ておくことにしましょう。海外にいて初めて自分の世界の狭さを知ったですね。これも先ほどまでと一緒で、he, he の間に海外に行くっていう動詞を入れればいいんですが、今回は小さを he を使うんですよね。それを意識して、今回のベトナム語の文章を見てみましょう。小さを he, he っていう感じで挟んでいますね。海外に行くっていう表現ですけど、ここでは the, の why って言っています。海外に行く、まあもう一つの言い方ですと、ディーザーのゴイ、ディーっていう言葉をザーの前に入れるパターンがあります。両方よく使われます。まあニュアンスとしては、ザーっていうのは出る、出ていくっていうニュアンスなので、ザーのゴイだと海外に出るっていう感じなんですね。ディーザーのゴイ。という感じで D をつけると海外に出ていくっていう感じですね。海外に出るのか海外に出ていくのか、それぐらいのニュアンス、日本語でもありますよね。同じような感じです。まあなので海外に行くっていうのは両方の言い方があるということを覚えておいてください。ここでは D の Y ですね。海外に出てみた後でようやくやっとって言ってますね。私は知った、分かった。何をかというと、緑色の部分ですね。
これは世界ですね。クア・バン・テンですね。これは本人の自分のという意味合いです。経済クア・バン・テンですね。これで自分の世界を表します。それがコン、まだまだっていう意味なんですね。まだ、ハンヘプ、限界があるとか、狭いっていうニュアンスですね。青色の部分。私の世界はまだまだ限界があるのです、狭いもんですっていうニュアンスになります。それでは発音練習しておきましょう。3回流します。 Chỉ sau khi ra nước ngoài thì tôi mới biết thế giới của bản thân còn hạn hẹp. Chỉ sau khi ra nước ngoài thì tôi mới biết thế giới của bản thân còn hạn hẹp.Chỉ sau khi ra nước ngoài thì tôi mới biết thế giới của bản thân còn hạn hẹp. さあ、次の例文です。歌舞伎を見て初めて日本文化に興味を持ちました。まあ、こういった表現も使えそうですよね。それではベトナム語を確認してみましょう。さあ、今回はですね、チーサオキーを使う本でしたね。歌舞伎を見るですけど、まあ、歌舞伎は独特の言葉なので、そのまま歌舞伎でいいと思いますね。先歌舞伎で、歌舞伎を見る。歌舞伎を見た後で、私はようやくやっと問いもいバッドをし始めた。何をし始めたのかというと、興奮と、興奮とで、これは興味を持つですね。興味を持ち始めた。何にかというのは、わいっていう前置詞を使えばいいんですね。カーフントゥーわいで、何々に興味を持つっていうことになります。何にかというと、紫色の部分。ザンファーニャですね。ザンファーは、文化ですね。ニャ、日本の。日本文化に興味を持ち始めましたっていうことなんですね。もちろん、チーサオを省略して、いきなりヒーから始まっても大丈夫ですよね。どちらでも構いません。それでは発音練習です。Chỉ sau khi xem Kabuki thì tôi mới bắt đầu có hứng thú với văn hóa Nhật. Chỉ sau khi xem Kabuki thì tôi mới bắt đầu có hứng thú với văn hóa Nhật.Chỉ sau khi xem Kabuki thì tôi mới bắt đầu có hứng thú với văn hóa Nhật. さあ、次の例文です。あ、違いました。応用編ですね。これ最後に一個設けました。何かというと、今回やってるのは何々して初めて何々した。He te mai でしたね。He te mai。これと全く同じ意味を別の表現で表すことができるんですね。こんな言い方です。こう、何々ぞいって、まいで表すことができるんですね。こう、ぞいの間に、動詞を挟む、持ってくるとですね、経験を強調するんですね。何かをしたことによって、何かをしたから、私は初めてようやく何々だっていうニュアンスなんですね。で、結果的には何々した時にという上の感じと、私は何々したからこそ何々だっていう下の経験を重んじる感じ、意味合いはほぼ一緒だと思ってください。ただニュアンス的に上は何々した時っていう時、その瞬間のイメージが強いんですね。何々した時、何々する時だけど、下の方はもう実際にそれを経験したからこそという経験に重みがちょっとあるんですね。それでは最後に、せっかくですがこの「カーザイ」っていう舞を使った例文を見ておきましょう。外国に行って初めて自分の国について何も知らないことに気づいたですね。これも皆さんよく感じることだと思います。さあ、ベトナム語確認しておきましょう。こうなんですね。ちょっと今回長いですね。まず外国に行ってっていうことですけど、今回はディーザーのグワイを使ってますね。先ほどはザのグワイですけど、今回はディーザーのグワイ、 D がついてます。海外に出て行ってみたら、出て行っ
行ったんだけどぐらいですね。海外に出て行ってみたら、と今私はようやくやっとニョンザーザンですね。ニョンザーっていうのはこれ気づくという意味ですね。今まではテイだったので、もちろんテイザンでもいいですけど、もう別の言い方、ニョンザーも覚えておくことにしましょう。私は気づきました。何をかというと、残以下についてですね。残以下なんて言ってますでしょうか。黒い部分ですね。面半べっち、私は何も知らないということですね。で、ここで言うと紫の部分ですけど、半べっち、何も知らないんですが、この何も知らないという表現ですね、文末にかという言葉をつけることによって強調されるんですよ。本当に何も知らないっていうのを強調するのに、文末にかっていうのをつけます。で、何について知らないのかというと、 何々については緑色の部分の先頭ですね、でですね、何々について、次がロの、これは国ですね、国土、国、国家について知らない。クアミン、自分自身のですね。なので、緑、全体で自分自身の国家について何にも知らない、私は何にも知らないということに気づいたと言ってるんですね。ちょっと長いですけど、このように、海外に行くということを経験したからこそ、経験したので私は初めてっていう感じで、経験に、重きを置いた表現がこう何々ぞいてになります。これも合わせて使えるようにしてみてください。3回発音練習しておきましょう。Có đi ra nước ngoài rồi thì tôi mới nhận ra rằng mình không biết gì về đất nước của mình cả. Có đi ra nước ngoài rồi thì tôi mới nhận ra rằng mình không biết gì về đất nước của mình cả. Có đi ra nước ngoài rồi thì tôi mới nhận ra rằng mình không biết gì về đất nước của mình cả.いかがでしたでしょうか。ご紹介する例文は以上です。今日一緒に学んできたのは、何々して初めて何々したですね。まあ、基本的には初めて分かった、初めて気づいた、初めて知った、そんな表現ですね。基本形は he 何々 t toi moi ですね。で、この t というのは往々にして省略されることがありますので、その点も合わせて覚えてください。覚えておいてください。あと、このもいにはどういったニュアンスがあるんでしたでしょうか。この3つですね。初めてとか、ようやく、やっと何々だっていうニュアンスがこのもいで表すことができるんですね。次にですね、何々して初めて何々した、強調形がありましたね。基本形はひてもいでしたけど、強調するときには何々した後でって意味で、さおひ何々てもいと言えますし、もっと強調させたい場合は、そこに何々だけっていう意味を表すちをつけるんですね。ちさおひ何々てもいで表すことができます。この3つどれでも使えるようにしておいてください。意味合い的にはほぼ同じだと思って構いません。あと、応用編ですね。こういうのもやりましたね。何々して初めて何々した、基本形は he, he, toi, moi ですけど、経験をちょっと重んじる場合でですね、まあ、経験したことを表現したい場合には、あえてこう何々ぞいて toi, moi っていう表現を使うこともできるということを学びましたね。まあ、どちらを使っても同じようなニュアンスを表現することはできると思いますが、私はこれをしたからこそっていうニュアンスを少しでも強調させたい場合には、下の何々ぞいてっていう表現を使うのもありだと思います。使ってみてください。さあ、いかがでしたでしょうか。 N3 文法で学ぶベトナム語作文教室第3回、何々して初めて何々だという表現ですね。使えると非常に便利だと思います。ぜひぜひ何度も口にして練習して、自分のものにしてみてください。
いかがでしたでしょうか。何か気づきや学びはございましたでしょうか。ぜひぜひご感想ご質問等をコメント欄の方によろしくお願いいたします。皆さんのコメント非常に、やる気をいただけるのでいただけるとありがたいです。あといいね、高評価、あと登録まだの方よろしくお願いいたします。それでは今日の内容は以上で終了といたします。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディがお送りいたしました。それでは元気で楽しくベトナム語の勉強を続けていってください。スンチャオカタンヘンカプライ、トニー・ダンディがお送りいたしました。それではまたねー。